銃買ってますよ、銃。木谷亮ファン TV。 初競馬場ですよ、どうですか、ね、そうですよ、ちょっと興奮してきましたよ。テンション上がってますか。はい、ちょっとお腹いっぱいですけど。今日は第一レースなんだろうな。第一レース小等数でしたよ。なんすか小等数。等数が少ないね。あ、マジですか。はい、だから当てやすいかもしれないです。よし、なんぼやね。なんぼやね。なんですか。それ私のやつ、ね、急に。私ね、ほら6等しか走んないですもん。あ、本当だ。1レースすごい、これ。あ、でもダメだ。え、あ、もう締め切った。今走ってます。今走ってます。着きましたね。着きましたね。はい、もう私は何度も来てる。ああ、そうか。はい、僕あの競馬場自体初めてなんです。地元に一応小倉競馬場っていうのがあるんですけど、そうですよ、行ったことがない。あ、いいわ。よかったらいかがですか。いいですか。やってみましょう。これは幸先がいいです、まあ、いいです、いいです。僕もやっていいですか。あ、どうぞ、はい、ついこいつ、この子が今一番早かった。あ、そうなんです。当たるでしょ。あ、でも何が必ずそれか当たる。マジっすか。当たった。3等当たりました。おめでとうございます。ありがとうございます。3等当たりました。はいはいはい。じゃあ高橋さんが白い馬に、はい、僕は茶色い馬に、はい、でこの子で、わ、毛並みがいいんで。ありがとうございます。ます当たりました。ありがとうございます。マジの馬持った。マジの馬おるやん。サラブレッド見るの初めてです。あのなんとか農園とかにいるようなやつは見たことあります。うん、屋上に。屋上ね。ゲット。競輪選手もね、競馬好きな人いるんですよ。はい、で、まあ、宿舎に入ったら携帯預けるから、うん、携帯預ける前に馬券を買って、中で中継を見て興奮してるっていう選手はいますよね。それ見て僕たちは笑ってるっていう。だからその馬券とか買ったことないんで。はい。じゃあ今日は本当に初ですもんね。初です。そうだ。え？お、赤ペン、赤ペン。これ北見さんの。はい、マジっすか。ありがとうございます。赤ペンいただきました。お、オソロの赤ペン。やっぱ競馬とか、まあ、競馬もそうですけど、はい、こうチェックつけるじゃないですか。はい、新聞とか買った時にやっぱ赤ペンだと分かりやすいんですよ。はい、ああ、はいはいはい、なるほど。赤ペンはもう絶対持ってます。なるほど。じゃあちょっとまずはレース見てみましょう。うん、はい。はい、第3レースです。今パドックを見ております。はい、この第3レース。今回は8頭立てで8頭立てか、発車立てじゃないですね、はい、8頭立てですね、8頭立てです、8頭立てです、はい、この8頭だから、はい、競輪と同じ色で分かりやすくなる。なるほど、分かりやすいですね。パドックはどういうとこ見ます。お尻。確かに競輪選手もお尻大事ですからね。やっぱ太もも大事ですけど、お尻大事なんですよ。まあ、いいお尻の子選んだらいいんじゃないですか。あ、マジですか。みんないいお尻してますね。いや、この子だけ走ってないですか。8番だけルンルンしてますね。ルン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 。3番これちょっとなんか落ち込んでないですか。落ち込んでるのかな。落ち込んで、ちょっと僕たちが走る時の心理を考えて、走る前どんな行動を取ったらいけそうかなって思ってますね。本命背負ってる時って緊張するんですよね。はい、なんか出遅れとかできないですよね。出遅れんの、ああ、そっか。出遅れたらもうスタートね。スタート大事ですね。あ
と 300m だったら結構短いんで、はいはい、前にパッと行っちゃった馬さんが残ると思います。あ、瞬発力。でも結構みんな前に行く子が多いですね、これ今回。まあ、LINE はないですけど、もちろん。そうですね、LINE はないですね。LINE はないですね。LINE は馬さんもいいんですけど、はい、先頭走って、ザ、はい、ーッとやり合っちゃうと、はい、疲れちゃったりするじゃないですか。はい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 。それで後ろからこう、まくって。なるほど、なるほど。そういうことも言えます。何かを、何かを、何買いますか、何買いますか、ビビビ買い、ビビビ買い、ビビビ買いで言ったら、あの、6番6番いや、あのさ、あのふてぶてしさが、あのいいかな、ふてぶせずさがいいかなっていうね、なんかそう、え、一着にしそうですか。あ、そっか、それもあるんですよね。なるほど、2番強そうなのね。じゃあ、はい、お決めました。じゃあ2番強そうですか、はい、2番強そう。2と6で買えばいいんですか。うん、2と6の、じゃあ、なんですかね、リレンブク。あ、ブク、はい、どっちが1着まともによってやつですか。そうですね、はい、じゃあちょっと買ってみましょうか。まずは買ってみましょうか。ちょ、買い方わかんないんで教えてくださいね。はい、買いました。はい、はい、買いました。初めての馬券を買いました。サンデー第3レース、はい、2番6番の、馬服、2社服って今印象になりました。馬服です。はい、馬服です。馬服、初めての車検、はい、車検じゃねえ、馬券。すごい、わかります。馬券を買いました、はい、買いました。これが、はい、あの3レース2番と6番来るのかどうですね。はい、ちなみに高橋さんは。私は馬ターンフォーメーションで、はいはい、フォーメーションの意味が分かりませんが、フォーメーションです。はい、1着に1番、8番が来てもらって、はい、2着に1番、3番、6番、8番、どれかが来てくれればいいです。なるほど。フォーメーションです。フォーメーションです。フォーメーションです。フォーメーション分かりません。いや、自転車もありますよ。フォーメーション。はい、ありますっけ。あります。あります。こちらになってます。どっちか当たればいいですね。はい、ね、この車検じゃない、馬券の買い方もわからなかったので、いろいろ聞きながら買いましたけど。競馬始まる。あ、ドキドキしますね。始まるドキドキしますね。あと6がいいって。6がいいって。いいって言ってたじゃないですか。だから6も入れますよ。あらら。6番の馬の、はい、あの、お尻が良かった。そう、お尻とあのふてぶてしさがね。よし、いけ、いけ。あ、なんだ、なんか、なになに、え、ちょっと待って、3入れてんだけど。え、あれ遅れたの3番ですか。はい、で遅れ3番 4? 4? いいよ、8番はいいよ。6どこ行ったんだ。6いますよ。6え、6来てる、6来てる、6来てる、どこ、あ、ほんと、あ、そっか、ほんと、あ、はい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 、来てますよ。お、来た、マジや。じゃあ2番もちょっと後ろにいるけど、後ろから。いや、でも2番が来れば。まくれば。あ、あの点滅は今の着順。着順というか、今の順位。早いって言ってるの。どういうこと。いや、でも6番いいとこ来てるじゃないですか。来てますね。あれ55倍ぐらいなかったっけ。あ、消えた。いけ。2番どこ。2番どこ。俺6と2しか買った。え、これやめるよ。嘘。2だったら。くー。6を結局5着だ。6番いい位置いましたね。あ、そうなんですよ。そうですよね。ね。頑張ってたのに。頑張って、そう、先行してましたよね。はい。最後垂れましたね。ね、疲れちゃいましたね。いや、よく頑張りました。もう我が子。よく頑張りました。ね、そうですね。まあ、人気どころですね。人気どころですね。僕が買った馬は、4着5着で。残念ということで。次
じゃあ次行きますか。第4レース行きましょう。パドック行きましょう。パドック行きましょう。入れるか、入れるかな。そうだ。そうだ。当てたいな。なんぼやねんやりたいです。すいません。捕まるしかない。楽勝じゃない。はい、僕決まりました。はい、お願いします。あの高橋さんが、はい、足毛がいいって言ってたので、はい、あの3番入れようと思います。3番、はい、それから9番と10番入れようと思います。9番と10番、うん、もうずっと落ち着いてるんですよ、あの9番と10番。あ、歩いてる時に、ね、はい、あ45倍じゃ大丈夫ですか。大丈夫です。いやこれどうしようかな。とりあえず一番人気は2番ですね。一番人気は2番なんですね。なるほど。よし、行きますか。行きますか。じゃあちょっと始まりますね。寒いっす。490のボックスでございます。はい、私は、9番の単勝とまた249のボックスでございます。4と9が被ってますね。被ってますよ。うん、49来たら嬉しいですね。うん、49来たら嬉しいです。全然見えんのやけど。全然見えん。嘘。え？ああ、9が下がった。9が下がった？9が下がった？4と10は？なんか来とる、なんか来よる、なんか来よる、来よる、来よる、なんか来よる。10。ちょっと何かなってて、10とね、4と9、10、10買ってますよ、10、8だった、8だった、え、8だった、4、8。いや、俺は当たってないですよね、これってね、当たってない、10と4、ハズレはハズレなんですね、はい、けど、いくら引いたんだろうって、ね、もし買っていたら10の単勝ね。あ、確定しましたよ。確定しましたね。これしかも各1000円買ってる。え、いくら買った？嘘です。3000円かけた。全部単勝さん1000円かけてたら4万になった。マジか。選んだのね。選んだのね。買い方大事ね。買い方大事。そうはいや、俺、素人の俺なら買い取った。買い取った。買えてた。まあ、たらればですけど。はい。快進撃チャンネル座長おすすめの焼き鳥を、はい、いただこうと思います。うん、すごいでっかいですね。でっかいな。一個一個が。うん、おいしい。うん、このボリューミーな焼き鳥屋の焼き鳥とちょっと違って大きい感じの バーベキューって感じですね。バーベキューの焼き鳥、よく分かんないですけど、ね、2回目の俺ね、あの食レポね見てない。バーベキューっぽい感じで、うん、肉肉しくて、うん、食べ応えがある。そうですね、食べてないで言い換えてもらってる。長山さん、食レポお願いします。食レポ、なんかこれでかくないですか。いいんすか、いただいちゃって。はい、どうぞ。はい、東西飯店。そうです、東西売店。東西売店。待ってください。はい、はい、座長おすすめの焼き鳥でした。ごちそうさまでした。教科書。今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。めちゃくちゃ競馬楽しかったっす。思った以上にハマってました、はい、思った以上には楽しかったです。なんですかね、もう、まあ、負けたんですけど、はい、3レースして負けたんですけど、お金減ってることに気がつかないぐらい楽しかったです。私も負けましたけど、はい、楽しかったです。楽しかったですね。また行きたいですね、はい、いいですか、はい、一緒に行きましょう。また行きましょう、はい、赤ペンもいただいたんで、はい、赤ペン刺して、はい、これで持っていきましょうよ、2人で。本当に本当に買う馬券、車券、またすぐ車券って言いそうな。馬券の買い方から、はい、本当に初心者で優しく手取り足取り教えていただいたので助かりました、本当に。いつもあんま喋ってないです。喋ってないですよ。僕いつも無言なんで。そうですよね、はい、そうですよね、はい。
いいんじゃないですか、たまにはこうやって。そうですね、はい、お話しする、はいはい、ね、動画も。そう、自分で話さないんだけど話してもらってる方はい、ありがとうございました。楽しかったです。はい、じゃあまたあのコラボお願いします。うん、こちらこそお願いします。お願いします。じゃあバイバーイ。行ってらっしゃい。北見さん、今回はコラボしていただきありがとうございました。そしてご覧の皆様、はじめまして。YouTube チャンネルをやっております。高橋ゆいでーす。私のチャンネルでは大好きな競輪や競馬などの動画を配信しております。定期的に競輪のライブ配信もやっていますので、皆様ぜひ見に来てください。北見さん、またコラボしてくださいね。よろしくお願いします。それでは、いってらっしゃい。